はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。下村さんとどうぞ。さあ、今度の方は建設会社の技術者でいらっしゃいます。15番夢の中へ。探し物は何ですか？見つけにくいものですか？カバンの中も机の中も探したけれど見つからないもの。まだまだ探す気ですか？それより僕と踊りませんか？夢の中へ、夢の中へ行ってみたいと思いませんか？ありがとうございました。建設会社の技術士というね資格もお持ちなんでも目が軽い。これはやってらしたんですか、何か？40年ぐらい前ですけれども、ね、体操をやってます。体操、はい、それでこういうね感じで素敵でした。なんかまだできますか、技は？じゃあこの際ですんで、バク転を。ではお気をつけて。はい、ちなみにお年は？お年は54です。54歳。はい、どうもありがとうございました。これからも楽しみ。さあ、続いては姉妹で氷川さんの